カミラ・ゴンザーガと三人の息子の肖像は1539年から1540年頃に制作されたイタリアのマニエリスムキの画家パルミジャニーノと他の画家による絵画であるスペインのマドリードにあるプラド美術館に収蔵されている同様にプラド美術館に所蔵され一致してパルミジャニーノに帰属されているサンセコンド伯爵ピエル・マリアロッシの肖像の 大作品となっている。本作はサンセコンド伯爵の妻という作品としてマドリード王宮の1686年のコレクション目録に記載されている。人物はこの記載に基づいてカール5世のコンドッティエーレであったサンセコンド伯爵ピエル・マリア3世でロッシの妻であるカミラ・コンザーガであると特定されロッシ家の子孫の一人も パルミジャニーの作のピエル・マリアの肖像画の存在について1630年に記載している。フェリペ4世がいくつかの領地に関するパルマのファルネーゼ家との論争のためにロッシシ家を支援した後、本作は1664年にスペインにもたらされた。本作は1535年から1539年頃の制作とされているが、 パルミジャニーノへの帰属については議論の余地があり、作者はブロンズイーノの工房の画家とも同一視されている。1540年に亡くなったパルミジャニーノは本作を完成させることができなかった可能性があり、おそらくパルミジャニーノのスケッチに基づいて別の芸術家によって完成された。白尺夫人は黒い背景に描かれ、高価なヒ色のドレス、胸にフリルのついた、 モスリン、そして豊富な宝石一式を身につけている。彼女は右を向いており、概念上は夫の肖像を見つめている。白爵夫人は三人の息子、トロイロ、フェデリーコ、イッポリトに囲まれている。このような図像が使用されたのはイタリア美術では最初の例である。三人の息子はパルミジャニーの以外の画家の手になるように見え、 おそらく別の時期に描き加えられた。ABC マリオ D ジャンパワロー、エリザベッタ・ファーダ2002。ありがとうございます。